森聖子、大森聖子さんは、ソロとして活躍する傍ら、アイドルグループメガムスのプロデューサー兼メンバーでもあるアーティスト。そんな彼女の顔が整形により激減しているという噂を探ってみました。また、可愛いタトゥーを持っている彼女ですが、実はこのタトゥーを持った背景には驚きの理由があるのだとか。一体どんな秘密があるのでしょうか。他にも、年齢を感じさせずとても可愛い大森さんが、一部でおばさんと言われる原因についても考察。今回は大森聖子さんにまつわる噂を中心にいろいろと調査、考察をしてみたので、ぜひ最後までお付き合いください。大森聖子のプロフィール、本名、中野康子、生年月日、1987年、昭和62年、9月18日。身長、非公開、出身地、愛媛県松山市。最終学歴、武蔵野美術大学、所属事務所、東京ピンク、牧師、大森聖子は整形して顔が変わった。大森聖子のタトゥーが可愛い。実はあるものを隠している。可愛いと評判の大森聖子がおばさんに見られる原因。大森聖子は整形して顔が変わった。整形疑惑を持たれている芸能人はたくさんいますが、大森さんにも顔が変わったという噂があります。具体的にどう変わったのかや、彼女の整形に対する姿勢、また世間の反応をまとめてみました。整形前と整形後の顔を比較。ネット上では、大森さんの以前と最近の画像を比較し、確実に顔が変わったという主張があります。整形前と言われる黒髪時代は、ファッションの派手さに対してメイクはナチュラルですよね。顔だけで言うと、少し地味めな印象すらあります。変や整形後と言われる写真では、昔より顔が幼く見え、より可愛さを追求したビジュアルになっている印象です。あまりにもの激変ぶりに、SNS 上には、顔が変わりすぎていて誰だかわからなかった、という方がいるほど。顔も含めヘアスタイル ETC、全体的にかなり印象が変わっているので理解できなくもありませんね。単に整形をしたというよりも、大幅にイメチェンしたといった方が正確かもしれません。変わったのは目と鼻と鼻か。整形したと言われる大森さんですが、具体的にどこが変わったのかを考察してみます。印象が変わった部位の一つ目は目元ではないでしょうか。昔の写真では、決して小さいわけではないけれど、奥二重気味で柔らかい目元をしています。しかし最近の写真では、目が丸くかなりパッチリしていますよね。また、以前よりも目と目の間の距離が縮まっているようにも見えます。二つ目の部位は鼻。以前は横幅が広く、あまり高さがない鼻をしています。対する最近の画像では、鼻が細く、高く、シュッと引き締まっていますよね。これはメイクだけでどうにかするのは難しいでしょうから、整形している可能性が高いかもしれません。もう一つ気がつくのは、鼻か。整形前と言われる顔は、鼻の下が長いですよね。しかし、最近の写真では短くなっているように見えませんか？写真を撮影する角度にもよるかもしれませんが、他の画像でも同様の変化が見られるので、ここも少しいじった可能性がありそうです。整形疑惑が出始めたのはいつ？彼女に整形の噂が出始めたのは2018年頃のことのようです。この時期の大森さんといえば、同年9月にアイドルグループ、ゾックを結成。グループのプロデュースを行いながら、自身もメンバーとして活動に参加。
当時大森さんはすでに31歳、他のメンバーよりも一回り近く年上で、アイドルを始めるには少し年を取っていたと言えます。整形後の大森さんはまさにアイドルらしい顔に変わっているので、アイドルとして活動するための整形だったのかもしれませんね。整形に対する姿勢、大森さん自身は整形したと発表していませんが、彼女の整形一般に対する姿勢がわかる格好の材料があります。それは彼女のガールズガールという曲で、同作の歌詞は整形を肯定する内容なのです。人に選ばれるためではなく、自分で自分を選びたい、その手法として整形することの何が悪いという力強いメッセージが込められていますね。こういった歌詞を書いているからといって必ずしも整形しているという根拠にはなりません。しかし、少なくともなりたい自分になるための手段として整形はありだと思っていることは確かなようです。整形に対する世間の反応、大森さんの整形に関しては、ネット上に様々なコメントが見られます。一般的に整形疑惑が噂されるときは、アンチからの批判という形が多いですよね。しかし、大森さんの整形に関して調べていると、彼女のファンからのコメントが多い印象です。中には、昔の顔の方が良かった、整形してから顔が怖くなった、整形前の方が愛嬌があって可愛かった、というものがあります。整形に対する反応や、どちらの顔が好きかはそれぞれの好みによるので何とも言えません。しかし、もともと支持してくれていたファンにがっかりされるというのは、もったいないように思われます。整形後の方が好きというファンもいます。顔だけでなく、メイクや髪型 ETC を大幅にイメチェンしているので、そういう部分も含めて整形後の方が好みということかもしれませんね。彼女が気に入っているならそれでいいのではというファンも、顔が変わろうが何であろうが、大森さんが大森さんであることには変わりない、という大人の反応をするファンもいるようですね。大森聖子のタトゥーが可愛い。実はあるものを隠している。大森聖子さんの左手首には、タトゥーが彫られています。ツアーグッズとして、手首タトゥーシールというアイテムを販売していることなどからも、手首のタトゥーは彼女のトレードマークとも言える存在。このタトゥーはピンク色の花の絵柄でとても可愛らしいのですが、実はこれがリストカットの跡を隠すために彫られていると言われているのをご存知でしたか？実際に問題の部分が写っている写真を観察しても、傷跡のようなものは確認できません。なのでこれは単なる憶測の可能性が非常に高いと思われます。大森聖子さんはメンヘラっぽいイメージがあるアーティストなので、ニスカの経験がありそうと思われただけではないでしょうか。可愛いと評判の大森聖子がおばさんに見られる原因。大森聖子さんに関しては、可愛いというコメントが多く見られる中、おばさんという声も聞かれます。年齢的に30歳を超えていますし、10代、20代の若い世代からはアバさんと言われても仕方ないと言えば仕方ない年齢。ルックス的には実年齢より若々しい印象ですが、一体なぜおばさんに見られることがあるのでしょうか。その原因としては、アイドルグループに所属していることが挙げられるでしょう。自身がプロデュースし、同時にメンバーでもあるメタムセ、前、ソック。アイドルといえば通常10代から20代くらいの若い子がやるものという固定概念がありますよね。そんな事情があり、30代の大森さんはアイドルにしては年齢を重ねているという意味で、おばさんと言われやすいのかもしれません。また、共に活動するグループのメンバーは20代が中心。
どんなに彼女が若々しくても、一回り近く年の離れた若い女性たちと並ぶと年齢の差を感じるファンが多いのかもしれませんね。